いただきまーす。サムギョプ。いただきます。僕もキムチも入れて、うん、ごま油でいっちゃいたいと思います。うまっ。いただき。うまっ。ここで、あやに伝えなきゃいけないことがあります。うわ、なんと引っ越したいと言ってた家、二人とも落ちました。俺も落ちました。原因とかってわかるんですか？原因は財閥社長に向きました。あー、ほんとに夢見てたのに。俺もくっそー。もう毎日毎日あやもさ、友達に自慢してたのに。俺もあ、もうまたバチバチ当たる。一緒に落ちてたね。ちなみに俺も落ちてた。でも落ちてよかったね、一緒に。あ、まあね、逆にどっちが分かってたら本当嫉妬だよね。うん、嫉妬嫉妬の嵐だから順平の家とか奪うもんあれして。いや、でもその落ちちゃったんだよ。マジで辛いんだけど。どうする？俺もめっちゃみんなに言ってたんだけど。マジできついんだけど。どうする？次どうしよう。暑い、無理、もうやだ。飛び出したらもう食べない。うわ、めっちゃやんでる。最悪なんですけど。本当にもう、本当にどうする？え、他のやつ申し込んでもダメだった。他のやつは申し込めなかったの。まず1人1個まで。え、落ちたらもう1回でもダメなの？いけるけど、もう 2L しかやってない。だからもうさ、俺また引っ越せなくなっちゃったよ。これ坂上氏の部分に。俺また引っ越せなくなっちゃったよね。見てねえし。だからさ、また家探そう。もういい。え、ダメ、探しなさい。だってあれさ、本当に引っ越すと思ってさ、あんまもう掃除でもしてなかった。お前それはしろよ。お前夢見すぎ。あんま掃除してなかった。それもともとじゃん、お前。もともとあんま掃除してないだけだ。なんか風呂とかもさ、うん、そんなちゃんと洗わなくてもいつも出るしみたいな。あ、そう、もうほんとそのモチベだったのね、うん、いや、ショックだね、ほんとに。それメール来た時はきつかった。きつかった。俺もどんな話した？すぐあやに電話しようと思ったの、うん、でもまあもう動画で発表した方がいいかなと思って、うん、でもあや動画で発表されるのかなと思って、うん、プライベートで聞かないようにしてた。ああ、逆にね、お互いがお互いを気使ってね、うん、いい兄弟。やっぱ仲間違いじゃダメか。もっと上を目指さないと。いや、そうだね。だから誰逃れ明美とかぐらいまで行かないとじゃない。やっぱりやっぱ誰逃れぐらい行かないとね。まあ正直あやもう落ちるって分かってたよ。うん、なんかあやも言ってたね、ずっと。そりゃ裏でももう絶対落ちるからとか言ってたね、うんうん、落ちるって分かってたけど、うん、やっぱちょっと希望を持っちゃうね、うん、正直、うん、オーナーにかけてた。あー、確かに確かに、優しいね。そうそうそう、うん、初めてなんだけど落ちたの。うわ、マジか。こんなに辛いんだね。うん、なんか人権をなんか否定されてる。いや、それ言い過ぎ。それに絶対言い過ぎだから。落ちたぐらいで人権否定されてるから。何人権。そんな感じがしちゃう。仲間ちゃやなんてみたいな。まあまあね、捉え方によってはそうだよね。そうけど、まあ仕方ないね。 YouTuber 安定してない職業だしね。そうか、俺は本当に夢見てたのに。超いろんな想像してましたよ。宅飲みとかの。宅飲みしか想像してねえだろ。で、あの、いつも飲む場所とそこの住所の車での移動距離の時間とか測ってたから、ね、調べて Google マップで。で、あ、これぐらいで飲み行けんだみたいな。でも逆に提案です。いい物件のオーナーさんに連絡ください。僕たち住ませてもいいよって人お願いします。本当にちょっとあれだ、今日あや口頬張りすぎてるわ。ずっと噛んでる。だから喋りがない。一口で行かないと無理なんだもん。え、一口じゃないと無理。まあね、噛み切れないよね、うん、でもやばい、ギョプサルの草はもうなくなる。あと4枚でそれで全部なの。うん、2箱買ってきたのに、こんなすぐなくなるんだ。お腹減ってんだね。あ、もう1枚ありました。え、だからどうする？次の家とか探してる？探さない。うん、探さない。もういいね、あや、この家にする。ダメ。もういい。ダメ。いい、あやはいい。順平、一人でどっか変なとこ住めばいいじゃん。ね、変なとこって読め。何変なとこ住めばいいじゃん。いや、だから、だってあやん家から遠いのマジだるいんだもん。いろいろ生活とか、あやんちから遠くなると起きる時間がもっと早くなるじゃん、俺、うん、それが嫌だ。